宮津港は京都府宮津市にある港湾。港湾管理者は京都府、港湾法上の地方港湾、高速法上の特定港に指定されている。統計法に基づく港湾調査規則では公主港,港湾に分類されている。若狭湾西部の宮津湾に位置する港湾で日本三景の一つである天の橋立で区切られた阿蘇海も港湾区域に含まれる。 1975年の宮津港周辺、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。大正時代の宮津港、リアス式海岸の湾王にある領港であり、江戸時代は宮津藩の要港として、また西巡る海運の寄港地として栄えた。太平洋戦争中には戦略物資であったニッケルを国産化するため、 大鉱山鉱山で採掘されたニッケル鉱石を精錬する岩滝精錬所が開設され、朝鮮半島の清津から無塩炭九州から石灰岩など精錬に使用する資材が東鉱へ送られた。戦後の1950年に地方港安の指定を受け、1953年に京都府が港安管理者となった。戦後、鉱山は閉山となったが、 1952年に、精錬所の創業が再開され、東港を通じてニューカレドニアなどから、純度の高いニッケル鉱石を輸入している。1972年度から1981年度に、かけては、鶴ヶ地区の再開発が行われ、鶴ヶ第一頭の拡張、鶴ヶ第二頭の新規整備が行われた。2015年度の発着数は104 内外がい交渉船21隻である。宮津湾の入り口近くのタイにはタイ・ミヤズヨットハーバーがあり、同施設は海の駅に登録されている。また同施設を中核施設とする港アシスタイ・ミヤズとして港アシスに登録されている。日本夜勤工業大鉱山製造所へ原料となるニッケルと燃料として使用する石炭を輸送する。 バラズミミ貨物船が入港するが、阿蘇海の奥にある製造所には直接接岸できないため、置き止めとしてグループ会社の宮津港運が運航する、橋家で、文樹水路を通じて二役される。丹後海陸交通が港内で観光船を運航する、ほか、船屋で知られる稲町との間で、観光航路を季節運航している。大型船が、接岸可能な岸壁を備える鶴ヶ地区のほか、 島崎地区、文樹地区、室地区、漁師地区、獅子地区、江尻地区、日置地区の各地区に分かれている。ありがとうございます。